14章15章開きましたけれども、うん、今日の説教はね、救いはイエスにある。路傍の看板にはイエスにある救いとか言って、私ねひっくり返して書いちゃったけどね、救いはイエスにあるっていうことが大事なんです。初代教会にとってね、一番大きな問題は何かっていうことなんです。教会っていうのは簡単に言うと異邦人とユダヤ人と異邦人なんです。この2つの、はい、種類の民族から成り立っているんです。ユダヤ人がそもそも、ね、聖書をまた書き、イエス様もユダヤ人でしょ、うん、旧約聖書はユダヤ人の、はい、聖書なんです、うん、イスラエルの国というのは神の祭司の王国、神の王国、祭司の王国、祭司というのは神様と人間との間の仲介者になりますよ、その国ですよ。誰が？イスラエルは紀元前1500年、はい、あのシナイ半島のシナイ山でモーセが神様から律法をもらった時からイスラエルは国家になった、祭司の王国になった。ユダヤ人の王国なんですから、もちろん異邦人も入ることはできましたよ、うん、入ることはできました。でも中心的にはユダヤ人のもの、イエス様もユダヤ人として人間として生まれたんです、うん、はい。そして教会はこのユダヤ人を土台にして異邦人がそこに入ってきたわけです、はい、どういうふうにして？イエス様を信じれば、うん、神様の救いに預かりますということで、多くの、はい、異邦人、ギリシャ人とか、はい、ローマ人とか、はい、その他の人たちが、はい、イエス様を信じ、初代教会、ね、ペトロたちを通して働いたあの2000年前の教会、うん、そこにはギリシャ人とかね、ローマ人とか、ね、バビロンの人とかいろんな人が入ってきました。使徒行伝の2章ではあのペンテコステの時にたくさんたくさんの国の、はい、言語の名前が出てきました。それぐらいたくさんの、はい、国の人々が、はい、入ってきたの。異邦人なの、うん、ユダヤ人の中に入ってきた異邦人なの、うん、入る条件はイエス・キリストを信ずることなの。イエス様の十字架と復活を信じて、はい、罪許されて、うん、異邦人も、はい、神様に対して悔い改め、イエス様を信じるというこの悔い改めと信仰によって救われるわけです。それが使徒行伝の20章の、はい、このパウロの説教に出てくるわけですね。使徒の20章、21節、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張しましたよ。ユダヤ人、ギリシャ人、神に対して悔い改めろ、それでイエス様を信じなさい。神様には悔い改める、イエス様は信ずる、はい、何を？私たちの、あなたの、私の罪のために死んでくださったから、それを身代わりとして信じる、身代わりとして信じる。もちろん神様として信じるんだけれども、そして死んで、うん、私たちの罪人としての私の身代わりになって死んで、身代わりになってよみがえって天に帰った。そしてその方が教会の終わりに天から再びやってきて、私たちと会って私たちを天に引き上げようと、こういう計画なんだ。これがキリスト様の救いなんですけれども、初代教会は、はい、ユダヤ人からできているので、はい、言葉を変えるとユダヤの律法聖書の旧約聖書、そしてその律法というものによって彼らは生活をしておったんです。律法とユダヤ人なんです。旧約聖書とユダヤ人なんです。異邦人は知らない。
今私たちは旧約聖書もちろん読みますけれども、ユダヤ人みんな立法学び、シナゴーグへ街道行って学び、子供たちは12歳になるまでにモーセ五書とか、ね、支援とか、ね、そういう主なったものを全部学んでするっていう。12歳で成人扱い、すっごいですね。中川島12歳でね、元服ですよ。日本でいう元服、あれ元服ってどっから来たかというと、どうもね、私はユダヤ人から来てると思ってます。元服なの、聖書学んでする。そしておでこにね、天狗さんおでこにね、変な筒をやってるでしょ。あれ何が入ってるか、神の言葉。天狗さんっていうのは実はね、旧約聖書ユダヤ教から来てるらしい。変なこと言っちゃって申し訳ないけどね、そうらしい。玄関にも神のことをね記すしね、そういうことなの。朝に昼に夕に神のことを唱えろ、立法のことを唱えろ、これによって彼らは生きてる。そして男の子は生まれて8日目には割礼の儀式を受ける。これは受けなくちゃいけない。女の子はいいけど男は受ける。レビ記の、はい、12章ですか、何ですか、12章3節に書いて、8日目に受ける。イエスも生まれてどうしましたか、お父さんお母さん神殿に連れて行ったんですよ。割礼の儀式を受けるために連れて行ったんですよ。そして羊とか、あ、入れ歯とか、金がないからね、お金がないから貧しいからね、鳩をね生贄に捧げた。だけど割礼の儀式を受けた。8日目にマリアさん、ヨセフさん、立法を固く守ってる。生まれて8日目に割礼儀式受けるってそう簡単じゃないですよ皆さんね。ゆきちゃん、まこちゃん、まあ割礼受ける必要ないけどね、ユダヤで受けるんだ。は、赤ちゃん、しかも8日目だよね。男の子は受ける。あそこの顔をチョキンと切る、痛いでしょ。私もイスラエル一回行っただけですけど、その時なんかね、みんなでお祝いしてましたけどね、どうもそのお祝い成人式だったかな。だから割礼の儀式を受けるってもそれはお祝いなんですよ、ユダヤ人って。割礼の儀式を受けて、ユダヤ教の、言うなら神の子、ユダヤ教の聖地のメンバー、ユダヤ人のメンバーになるわけ。アブラハムの契約に預かるわけ。さあ、初代教会、アンティオキの教会ができたでしょ。ドクター坂本とも行かれて、シリアのアンティオキ、世界宣教の教会にパウロ、バルナバが使わされた、その出発点の教会なの。使わされたその教会に、彼らが世界宣教1回1000キロ伝道して帰ってきたところに何が起こったか、報告をしたんですよ。世界宣教の報告をパウロ、バルナバしたんですよ、14章の一番最後で、神様素晴らしいことやったよ、それで救われたよ、異邦人も信仰によって開かれた、信仰の門が開かれた、イエス様信じたと。そこにある人々が、15章にユダヤから下ってきた、ある人々がユダヤから下ってきた。それ何したか、兄弟たちに、そこのクリスチャンメンバーたちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないということを教えたらしい。招いてか、招いて、自分に勝手に来たのかどうか知りませんけど、とにかくやってきたんだ。それでモーセの習慣に従って割礼を受けないと救われないよ。もちろんこの人たちも
イエス様を信じた人なんだけれども、信じただけじゃ足りないと思ったのか、思ったというよりもそれまでのユダヤ人の伝統ですから、うん、決まりなんだから、うん、その何か発作的に言ったわけじゃないの、うん、当然のように割礼も受けないとそれは契約の割礼なんだから救われないぞ。イエスも信じることは素晴らしいけど割礼もねしなくちゃいけないよということを教えたんです。そこにパルナバーロいたわけです。で二人は何言うんだってことになった。割礼はもう終わったんだということを言ったわけです。立法は終わったんだということを言った、うん、それはもちろんユダヤ人の先祖アブラハムは割礼を受けました。イエス様も割礼を受けました。なぜローマ書のそれは4章に出ている。ローマ書の割礼ってなんだか、ローマ書4章の、うん、11節にはこう書いてある。4の11を、彼は割礼を受けていない時信仰によって義と認められたことの証印印として割礼という儀式を印を受けたのです。彼というのはアブラハム先祖なのユダヤ人。割礼を受けてない時信仰によって彼は義と認められたんだ。どこで？創世記の15章で、あなたの子孫は空のこの星のように増えるよ、あなた今一子一人子供いないけれどもそうなるんだよってことを言われたんだ。それを、はい、神様の言葉をアブラハムは信じたんだ。信じたので主は神様はそれを彼の義と認められたという信仰義人。創世記15章の6節がそこに書いてある。義と認められたことの印として証印として判子として割礼という儀式を印を受けたのですよとこう言ってる。だけど救いはイエスによってある。イエス様を信じてそれで洗礼を受けるんです。洗礼って何か、水に入ったり頭から水を振りかけたり、まあどちらでもいいと思いますけれども、はい、水の中に入って水から出てくる、はい、水に入るっていうのはキリストの死に預かる。イエス様と一緒に死にました、水から出ました、よみがえりました、はい、キリストの死とキリストのよみがえりに預かる、うん、これが洗礼式なんです。イエス様を信じてバプテスマを送るならば救われます。マルコの16章にそう書いてある。初代の、はい、2章初行伝2章にも、はい、イエス様何よって洗礼を受けたとこう書いてある。救われたの3000人の人、はい、この問題が、うん、今ここでぶつかり合った。イエス様を信じただけでは救われない、割礼が必要だ。そこで、はい、論争になったもんだから、はい、どうしたか、この問題について、はい、指導者たちと話し合うためにエルサレムに登ったということ。パルナバ・バウロ、このユダヤから来た人たちもそうでしょう、パリサイ派の人でしょう、はい、そして今日の6節から、人たちと長老はこの問題を検討するために集まった。人たちというのはイエス様の弟子なんですね、ペトロたちですよ、長老たち、うん、またイエス様の兄弟ヤコブもそこにいたわけです。激しい論争があったんだ。だけど最後にはペトロが立ち上がったんだ。兄弟たち、あなたが知っている通り神は初めの頃あなた方の間でことを決めて、異邦人が私の口から福音のことを聞いて信じるようにされたんですよ。どこで、はい、ローマの百人隊長コルネリオの家に、ね、そこに招かれて行って
福音を語ったんだ。キリストを語ったんだ。神はどんな人でも正義を行う人ならば救われるよ。はい、その真っ最中に、説教の真っ最中に聖霊が下ってきて、彼ら一同が、はい、で異言を語ったり予言を語ったり賛美をしたりしたんだ。すなわち聖霊に満たされた。汚れておるこの異邦人、神を知らない異邦人がイエス様の言葉を信じた時に、はい、そのような聖霊に満たされるという出来事が起こった。神様に受け入れられたという印でしょ、聖霊は。神様が住んでいるという印でしょ。それが起こった。人の心を知っている神は私たちに与えられた同じように異邦人にも聖霊を与えたの。彼らのために証をして、何の差別もつけないで信仰によって清めてくださったので、なぜあなた方はあの私たちの先祖も追い切れないほどのあの立法のいろんなね、618ですか、その掟を決まりを守らなくてはならないか、そういうことをして、ね、異邦人の人々をなぜ困らせるんですか、試みようとするんですか、神を試みるのかとこう言って、私たちも恵みによって、イエス様の恵みによって救われたの。あの人だって異邦人の人もそうなんですよ。わかりましたかと言ったら一同が沈黙した。ああ神様はそうなんですね、自分たちは間違ってたんですね、立法立法それに2500年も守ってきたからね、かつれかつれそれが終わったんです、ね、立法と信仰者、立法は古い夫なの、信仰者は花嫁なの。古い夫は死んだんだ。新しい花嫁、夫は誰か、キリストなの。花嫁は私たちクリスチャン。ローマ書のそれは皆さんご存知のように6章を見ると、はい、その例えで出てます。古い夫が死ねば、ね、夫に関わる、ね、立法を守る必要はなくなりますよ、ね、不貧困の女と言われなくても済みますよ、新しい男性と親しくなったとしても、同じように私たちの新しい夫は、ね、イエス様とこう言ってる、はい、そしてヤコブも、はい、言葉を開いた。イエス様の弟ヤコブ、神様はこの後帰ってきて倒れたダビデの幕屋を立て直します。廃墟と化した幕屋を立て直します。それを元通りにします。イスラエルの国を元通りにします、はい、私の名で呼ばれる異邦人が皆死を求めるようになるためです、神様の家に異邦人も入るようになるためです。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。だからどうぞこの問題はイエス様のみによって救いがあるんだということを覚えていただきましょう。ただね、偶像というものに対して昔から教えがあるのでね、不貧困と偶像に備えて、ね、汚れたものと、不貧困と締め殺したその血が体の中にある、その血を避けるようにそれだけは書き送るようにしてくださいねということを決まって決議して、それを異邦人の教会にも伝えた。イエス様信じば救われるんですけれども不貧困をやっていけませんよ、そしてまた偶像に備えたもの、はい、それを避けなさいよ、それで血を、はい、食べてはいけませんよということで、はい、この第1回のこれがエルサレムの宗教会議、世界の教会会議の紀元50年にこれがあったということで、はい、時間が残りなくなってきました、はい、
初代兄弟の教会の最大の課題なの。違法人にパウロが伝道しても、イエス様は信じて、救われた後も、立法ということがやっぱり残ってた。それが今日も鈴木牧師が、QT でやってくださいましたけれども、違法人クリスチャンの中にもそういう影響があった、あるいは初代の教会のいろんな、ギリシャ人たちの哲学があった。グノーシスという、グノーシス、これがあった。グノーシスって何？知識という意味なんです。どういう知識なの？神様の一番清い神様って意味。神様からだんだん物質の世界に入ってくる。イエスは人間として物質として現れたんで、物質は汚れたものだっていうこと。神様じゃないよっていう教えなんで、一時的に神の霊が彼に宿って働きをしたけれども、実はね、そうじゃない。いや、そうじゃありません。神がイエス様が肉体を持って神はこの世に現れたんだ、それを信じなくてはいけないんだとヨハネさんは言ってる。それがヨハネの手紙の重要な教え、初代教会の教えのグノーシスとの戦いなんだ。だから、グノーシスの人たちはマリアさんにお祈りするとかね、有名な聖人たちにお祈りして聖人から神様に取り付いてもらうっていう、そういうようなね、信仰の祈り方がある。だからヨーロッパの教会はマリアさんから何から金からね、イエス様の像までありますよね。プロテスタント教会にはそれはイエス様の像ですらもうないわけですよ。ギリシャ正教の、ロシア正教なんかじゃない、像がなくて絵がある。像じゃないからいいだろうってことなんですよ。そうかもしれませんけど、ということで、一番大きな課題、これをパウロたちは、戦い続けたということをぜひ覚えていただきたいなと思います。QT で言えばね、これをどういうふうに今の私たちは自分に当てはめるかということなんです。現代にとってはあなたの私の、割礼というのは何か。割礼を受けないと救われないぞっていうの。イエス様を信じるのは素晴らしい救いなんだけど、それだけは足りないぞっていう、いや、割礼に変わるものは別にないと思いますけれども、私たちの信仰の歩みっていうものは何か。信仰の歩みっていうのは神様の言葉を信ずる、それでイエス様を信ずる、大の助けに聖霊様を信じて、聖霊様が私たちのうちで語ってくださる。聖霊が語るの、言葉じゃないの、文字じゃないの、聖霊の生の声で語ってくださるの。その聖霊に仕えて生きなさいというのが新約聖書の重要なポイントなの。聖霊があなたに語ってくださる。聖書を読む中で、祈りの中で、いろんなものを読む中で聖霊があなたに思いの中に語ってくださる。この聖霊との親しい交わりを持っていきなさいよ、いわゆる肉の思い、生まれつきの私たちの生まれつき持っている肉の性質、魂の働き、心の働き、それと聖霊、神の言葉の働きとは違いますよ、聖霊に導かれて、神の言葉を捉え、そしてイエス様を信じて従っていくんだ、ですから肉の行い、肉は神に従うことはできないし、神を喜ばせることはできない、あと2分ぐらい。私今ね、皆さんにね、水木牧師の皆さんもそうなんですけどね、例のあの馬ぶどう、
とこにあげたり、奥さんにあげたり、送ったりして、姉にもあげたりして送ってます。うん、今ほどね、治るとまあ言ってるわけですけどね。だけど私たちに祈りというね、最大の武器があるわけです。祈って癒される。いや、まぶたはどうなのか、聖書は一体何言ってるの。そう、神様は天と地と全てのものを作られた。神の力と神性は全ての作られたものを見る中ではっきり現れているでしょとこう言ってる。だから馬ぶどうのあの薬草を一つも神の、はい、神性というものを表してる。神の恵みを表してる。神は季節を与え、太陽を与え、月を与えて、そして使徒行伝の、ね、ルステルのイコニウム説教のように、神はあなた方を恵んでくださったよとこう言ってる。異邦人よ、うん、だけどイエス様を信じて救われるんだ、うん、今そういう時代に入ってきた、うん、そういう時代に入ってきたけれども、神様は私たちに、ね、素晴らしいお花を与え、ね、素晴らしいお米を与え、素晴らしい果物を与え、そして私たちを、ね、命を与え、肉体的な命を与え、そして肉体的なその癒しを与え、また解放も与えてくださるということを言ってるので、別に変わったことを私がやってると思わないでいただきたいなとこう思っている、うん、はい、全てのものは神様の御手の中にある、生かされてですけども、永遠の命はイエス様の血潮、十字架と復活のみによって、はい、聖霊様は私たちを天に引き上げてくださる。永遠の命はそこにありますよ、うん、肉体の命とは違いますけど、こちら永遠の命、うん、肉体の命の、はい、癒しを今与えてくださると同時に、イエス様は肉体の癒しも、ね、魂の解放も与えてくださるんだということをどうぞ捉えておいてほしい。ですからこの教会は別にお医者さんに行くことを反対してない、うんうん、お酒を飲むなよと言って、酔うなよと言って、生産式と、うん、手元のようにお腹が悪い者がブドウ酒を飲んで、それによって癒しのために、生産式のためにブドウ酒を用いることはできるんだよということを言ってる。これも、そしてお医者さんも神様が、はい、私たちの癒しのために用いておってくださるよ。ですから言っていいわけです。ということで QT の適用はそこで終わります。はい、ということで以上になります。ハレルヤ。天のお父様、感謝をします。その皆によってお願いします。アメン。ご起立ください。337番マラナタ、これを歌って賛美を終わり。イエス様を信ずるならば、どんなような人でも信仰によって救われるとのこの大いなる偉大な真理、
神様の御言葉の上に、救いの御言葉の上に感謝をいたします。どうぞまたイエス様の名によって我らに癒しが与えられる、解放が与えられる、聖霊の満たしが与えられることを心からありがとうございます。前におられますお一人一人、そのどうぞ魂の上に、その肉体の上に、その病の上に、あなたが今見ておいてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の打たれた傷によってあなた方は癒された。イエス様の打たれた傷によってあなたは癒された。聖霊様どうぞ神様この言葉を成就し、お一人一人のどうぞ魂の上に、また肉体の上に、どうぞ神様一切のどうぞ不信仰から我らを清め、またどうぞ神様肉体の病の一つ一つ、死を癒し、糖尿を癒し、リウマチを癒し、どうぞ諸々の病、どうぞ肝硬変を癒し、どうぞ主がどうぞ豊かに働いてくださいますようにお願いをいたします。肉体の一つ一つの病をイエス様の御名によってこの完全な癒しを宣言します。癒しを宣言します。イエス様によって完全に健やかになるように、健やかになるように、健やかになるように、どうぞ主がどうぞ豊かに働いてくださいますようにお願いをいたします。あなたの御父を心から感謝いたします。祈って求めたことはすでに得たと信じるとありますから、ありがとうございます。感謝をし、イエス様の御名によって信じて祝福します。アメン。それでは聖霊と祝福とこれを賛美します。賛美歌の7番、父御子御霊。イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい御交わり、御前にあります愛する兄弟姉妹たちとともに今も後もいよいよ限りなくあらんこと。アメン。